甲府リバーサイドタウンは山梨県中央市にある富士観光開発が造成及び分譲を行っているニュータウンである。甲府リバーサイドタウンは甲府市の南側、釜梨川の東側に位置しており、周辺には国母工業団地や釜梨工業団地など山梨県の産業の中枢があり、また山梨大学医学部附属病院をはじめ私立、小中学校や 運動公園などの各公共施設も多く点在する。開発総面積は72万平方メートルと、上野原市にある小モア・シオには若干及ばないものの、住宅地に特化した小モア・シオに対し、高振りバーサイドタウンは隣接する山梨県、流通センターなど各種施設が多く揃っているため、総合的に見れば県内最大規模のニュータウンと言える。もともとこの辺りには、 薄い沼という沼が存在し、野鳥の飛び交う場所として知られていたが、同時に日本獣血球中の中間宿主である宮入り街の生息地でもあり、当時のタト町住民は決起集会を開き、住民投票の結果沼を埋め立てることにした。これに対し野鳥保護団体は貴重な野鳥生息地であり、沼を埋め立てなくとも、地方病を撲滅することは可能であると反発したが、 最終的に、山梨県議会にもこの話が上がり地方病撲滅を最優先とすることで、沼は埋め立てられた。現在も分譲が行われており、最終的には1780個7000人が居住する予定である。大ギのリバーシティ SC かつてた運内にあったアピタ、タト店主要公共施設商業施設、ありがとうございます。